回はブラジルの建築家の巨匠のニーマイヤー の日本では初めての美術館では大個展です。でそういう意味では彼の一番大きな魅力をどうやって紹介できるかということを考えて、いろんなサイズの模型で、そして大きなサイズの写真で、そしてジオラマを展開しました。で至る所にその実際のライブの感じが分かるような映像を散りばめています。ですのでニーマイヤーの建築空間を皆さんが身体で感じていただけるような、そういう展示を試みてみました。やはりいろいろなサイズの模型、とても細部にわたって素晴らしく美しい精巧な模型が作られているので、それをまず見ていただきたいということがあります。で今回やっぱりとても大きな仕事が、模型をどうやって作ったらいいのかっていうことだったんですね。でその時にやっぱりいろいろな形を本当に模型を作ってくださった野口さんたちと一緒に見ていったり、その後一緒に見ていった時にニーマイヤーの形が本当に曲線というだけではなくって、本当に私たちの身体を全身体で抱擁してくれるような、とても大きな宇宙、あるいは船、あるいはそういう世界観に満ち満ちた形で中にいる人たちを受け入れる、そういう人々のための場所で、彼がいかに人々を愛したかということを今回の展覧会の模型を作る作業とか空間を作る作業を通じて新たな発見をしました。でもっとやっぱり見ていただきたいのが30分の1で60ヘクタールの大きな場所を500平米のアトリウムに展開したイブラビエナ公園のジオラマですね。これはGoogle マップを下に敷き詰めて、その上に実際にその公園の中に展開する建物と、それをつなぐいわゆるキャノピーで通路ですね、ちっちゃいこう紙で作ったフィギュアも含めて見ていただきたい。やはり一番はイブラビエナ公園ですね。皆さん本当に絨毯の上に乗っかったりとか、いろいろな楽しみ方をしてくださってるんですけれども、2番目がベルギーの監督によって作られたドキュメンタリー映画。これはやっぱり彼とのカストルとの出会いも含めて、いろいろなニーマイヤー の人間ドラマが非常に魅力的に描かれています。3番目がこのブラジリアのカテドラル大聖堂です。ブラジルの中の象徴的な建物なんですけれども、16本のこういう美しい形が花束のように寄り合わさってできている形です。ですので本当に一見するとモダン彫刻のように見ていただける、そういう作品です。ニーマイヤーは本当に生まれ故郷のリオを愛して、そして女性たちを愛した人でした。そして人々を愛した人でした。そういう意味で彼がそのいわゆる直線の多いそのモダン建築に疑問を持って、どういうふうにして自分の生い立ちとか自分が感じたことを新しい建築の言語にすればいいかということを考えて曲線を編み出したんですね。でその建物っていうのはやはりそのやってくる人たちを本当に抱擁するような柔らかさと、そしてオーガニックな人間性を持っています。まあ、そういうそのニーマイヤー のエクスペリメンタルで新しいその言語を作った部分、そして人々のための場所を作ろうとした部分、いろいろな意味でとてもスケールの大きいオリジナルな考えを持った建築家だと思います。私は1回ニーマイヤーさんのお宅に行ってインタビューをしたことがあるんですけれども、リオの海岸の見える本当にペントハウスの素晴らしい景観のところにいらしたんですけど、まあ、そこで本当にこうゆったりとご自分で椅子に座ってゆっくり話をされるんですが、私がいろんな質問をしても自分のペースでずっとお話になっていたのが印象的だったんです。でやっぱりとてもこう発想がすごくおおらかで、政治の話とか今世界でどういうことが起こっているかっていう大きな考えをお話になってました。でもう一つやっぱり可愛くてとてもセクシーなところがあったと思います。で後ろにその女性 のヌードを描いたドローイングなんかもあって、そういうのもとてもキュートでした。あとはやっぱり週に1回若い人を集めていろんなディスカッションをしてるっておっしゃっていて、そこに関してなんかそういう解放誌を月に1回出してるっておっしゃっていました。つまり100歳を超えてもそういうみずみずしい感性を若い人たちと一緒に分かち合っていた、そういう姿がとても印象的です。オスカー・ニーマイヤー展にぜひお越しください。
nome é Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares. Me chamo de Oscar Niemeyer. Não sei porquê.